戦にまかり通る。織田が当たるは十分が一分の浅井勢、対して我ら徳川は三倍する朝倉に当たる。我らは織田の踏み台ですな。耐えるのだ殿。耐えたる行く末、その彼方に何が見えます。行く末の姿なく耐えるは自重にあらず。卑屈。三河武士の位置、今こそ見据え時ぞ。進め。本多忠勝、彼は徳川家康の中心で豪僧トンボ切りと共に戦場を馳せていた。元亀元年、家康の同盟者織田信長は浅井、朝倉らの旧勢力と対立。豪を煮やした信長は浅井領姉川に進出、家康も盟友として参陣する。多勢の織田が当たるは小勢の浅井、一方徳川は自軍に3倍する朝倉と戦わねばならなかった。文化のごとき敵に対し、忠勝が語るべき言葉はただ武だけであった。死戦場に立たば兵の高もとより意味なし。第一話、姉川の戦い。ただ戦いあるのみ。浅井を攻める。徳川軍は朝倉に当たる。離反の効果、強力でさせてやる。朝倉、勝つ。待てば大変。耐えない。何だ。して参る。いざ尋常に勝負。安政、裏道より朝倉を攻めよ。忠勝は中央の砦を攻めよ。我らは奇襲を悟られぬよう敵前線を引きつける。押して参る。いざ尋常に勝負。いざ戦おう。あの通り過ぎる。さあと決断するぜ。敵将は討ち取ったり。この程度では満足できない。敵将討ち取ったり。見事これを結ぶ働きだ。敵将討ち取ったり。この程度では満足できない。進め。真に守らんがため。死にたくなくば引け。姉川の地にて我が真偽ことごとくに示せ。長政を伊勢にも囲め、奴らを疲弊させ。何言って。失礼しています。一郎、それがしは負けられぬのだ。吉影、石頭頂戴する。ゲロ。
つの間に。この機を逃すな。全軍進め。敵将討ち取ったり。わしに過ぎたのは長野政のやつ普通に強えな。秀吉、長政の勢い当たるべからずってやつじゃな。今長政の戦いでもバカを見る。疲れんのバカ。我が首見事取ってみよう。これほどの腕前とはな。ウヌが武功、褒めおこう。朝倉は撤退した。これより織田の救援に向かうぞ。出陣します。徳川軍を止めるのです。私は散ることのかなわぬ花なのです。我が武天を仕上げる。急馬で進め。まだだ、まだいけるぞ。それがし疲れている糸間などさすがに疲れてきたな。自由のため、流れに逆らっての進行は不可能です。赤い長政、最後の攻撃だ。そして参る。いざ、尋常に勝負。
この姉川で織田を撃つ。ここで敵とは幕が光る。幕を敵将軍を討ち取った。この程度では満足できない。敵将軍を討ち取ったり、わしについた許し。の命運は。敵将討ち取ったり。おっそれはただ将軍のみ。本多忠勝の武が姉川の決戦を勝利に導いた。その様は三国志の豪傑張飛に例えられた。だが帰国した徳川家康を危機が襲う。甲斐の虎武田信玄がついに立ったのだ。家康は三河武士の意地をかけ信玄の上洛を阻止せんと突出。信玄の背後を急襲する。しかし信玄はそれを予測しきっていた。三方ヶ原に待ち構える武田軍に家康は絶体絶命の危機に陥る。主を救うべく忠勝は信玄に立ちはだかった。死戦場に死に、戦場を生き抜く者なり。第二は三方ヶ原の戦い、まだ戦いあるのみ。信玄の策にかかり基地におびき寄せられて、この上は討ち死にして三河武士が意地を見せんか。無門、そは抱きすべき犬死になり逃げ延びられよ。未来がために。敵将討ち取ったり。わしに過ぎた者とはお主のことよ。この戦、すがち見ようなり、我らも引くぞ。
敵将撃ち取った。死に過ぎたる者とはお主のことよ。敵将撃ち取ったり、お見事に出そろ。は地形が入れ組んでおります。ご注意を。
知略あれども勢いには勝てぬか。敵将討ち取ったり。もう引くよ。すでに徳川に上洛するの力はないしな。なんとか逃げ延びたく。我が指導貫き通さん。わしに行く末が見えなんだばかりに、あたら、すまぬ、すまぬ。彼らは己が望む未来のために死んだのです。未来を殿に託したのです。見えまするか、殿の行く末が、たどり着くべき場所が。しかと見える。彼らが望み見ることのかなわなかった未来、太平の世が、死したる者どもの未来、殿が背負わねばなりません。重きによの。特売品があります。たくさん買ってくださいね。お買い上げありがとうございました。またお越しください。天正10年6月、京本能寺。織田信長は家臣明智光秀の謀反に遭い、愚連の炎に消えた。徳川家康は
味方ヶ原の危機を脱した。武田信玄は上洛途上、天下を前に病に倒れた。その後織田信長が戦国に覇を唱えるが、同じく天下を前に本能寺の炎に消えた。信長の死後、徳川家康は北条と同盟、信州を藩都に入れるべく兵を進めた。これに対し信玄の目と呼ばれた戦巧者真田昌幸が上杉雲と共に立ち塞がる。忠勝の豪遊と信玄を継いだ真田の軍略が今昌幸の居城上田で激突戦としていた。死の本分無難、知略謀略枝葉に過ぎず。第3話上田城攻略戦、まだ戦いあるのみ。全軍用心して進め。家康のもとには半蔵忠勝など家臣精鋭だが、対する真田昌幸は軍略の達人、まずかなうまい。押して参る。敵将討ち取ったり。我こそは真田幸村、この門は絶対に通さぬぞ。策にかかればこんなものよ。敵将討ち取ったり。お見事でございます。されているか。
を誘い出し、水攻めにて一命を出し、見事に真田の水攻め、もはや容赦せん。全員上田城に攻め入れ、敵将打ち取ったり。わしが過ぎたものとはお主のことよ。門は固く閉ざされております。鉄砲水を免れた部隊をそのまま雪村に当たれ。天の昇乱あれ。私に負けたら悔い改めてくれないか。戦っぞ。鵜呑みでは乱世は収まらないぞ。誰ごと無用、ついて語るがよい。我が武天の昇乱あれ。Yeah!
私の死に場所ではない。敵将討ち取ったり、過ぎたる者とはお主のことよ。誤算であったわ。戦は人で動く。気象と同じようにいたい。悲しいな。我と戦うには人は脆すぎる。この世から決してやる。上田城の戦いは徳川軍の勝利に終わる。徳川と真田には我がなった。その後天下は信長の敵を討った豊臣秀吉のものとなるが、やがて秀吉は病没する。こうした中、家康は天下を安寧に導くべく満を持して天下取りに立つ。これに反する石田三成は家康を討つべく挙兵。三成率いる西軍と家康率いる東軍が久瀬川で激突した。これは決戦を占う前哨戦。西軍指揮官島左近は巧みな傭兵で東軍先鋒を誘引し殲滅戦としていた。戦線万戦を戦う死に軽んずべき戦なし。第4話、久瀬川の戦い。まだ戦いあるのみ。
に囲まれています。このままでは。トーマサ、ミラ、味方を救い出すぞ。わかりました、父上。敵はおびき寄せだ。さあ、押して参る。敵将、撃ち取ったり。さすがは父上、お見事です。押して参る。尋常に勝負。あの他人は引っ込む技。下がれ。敵将、撃ち取ったり。お見事にて、ソーラ。こちらからも攻めるぞ。立花に続け。いざ尋常に勝負。父のためにも負けられない。ライキリが貴様を斬る。貴様と戦うのは死ぬ。ならば問う。君が信念を阻まば立花は何とする。もはや迷いはない。Yeah!
昇乱あれ。撃ち取ったり。おお、やりまするな。俺はまだ負けてねYeah!
逃げるにしかずってね。なんとこれしき敵将撃ち取るか。左近を逃がしたが残念だが我らの勝利だ。味方の士気も上がるだろう。それはただ勝利のみ。久瀬川の戦いは本多忠勝が属する東軍の勝利に終わった。東軍はこの勝利を決定づけるべく、西軍はこの敗北を挽回すべく関ヶ原の地に進出。決戦を見据え睨み合いを続ける。幾多の戦場を共にした愛僧トンボ切りを手に、忠勝もこの戦国最後の戦場に立った。敵は死の友、友との名残惜しまん。第5話関ヶ原の戦い、今はただ戦いあるのみ。敵勢我が方を数では上回り、戦場を囲む交渉を抑え、核欲に我が方を包囲しております。わしはこれまで人々の未来、太平の世という重きに寄せ負い、長き道に着実に歩を進めてきた。その歩み、
止められぬよ。ただ勝つべくして勝つのみだ。太平の世を作るため、この決戦に勝つ。我が槍よ、今日が別れの日だ。戦場に一花咲かせ、最後の名残を惜しまんか。小早川はこちらに寝返る手はずになっており、それまで奴は捨ておき、まずは地固めをせん。勝つ方に味方せねば意味がない。徳川殿が優勢になるまで待ってみよう。今日こそ三成目をぶちまけてくれるわ。こう焦って突っ込みすぎて勝負を失っては勝利をつかめぬ。押して参る。王立とは物騒だな。お前こっちにも王立はあるのか。今王立を全て失うわけにはいかぬ。敵将打ち取ったり。死に過ぎたる者とはお主のことよ。いざ尋常に勝負。無様だな、裏切り者。敵将討ち取ったり。さすがは父上、お見事です。東軍本陣を攻撃せよ。今なら手薄であろう。立花の名にかけて成功させよう。あんたは俺に勝てない。暗黒寺さえいなければ何にできるのだよ。もう終わりに勝たしたいらしいな。敵将討ち取ったり。わしに過ぎたる者とは今は生き残るんだ。そろそろ徳川殿に味方せねば。だが世の人に裏切り者と呼ばれとうない。どうすればいいのか。小早川め、まだ迷っておるのか。松尾山から小早川を銃撃せよ。押されているか。どうも将軍の旗色が悪いみたいだ。裏切り者と呼ばれるのは耐えられない。やっぱり将軍を攻めよう。家康の首を取れ。殿の理想を阻むなのこの左近が立つ。何とぞ援護を。押されているか。援軍出陣。関ヶ原に義の旗印を打ち立てよ。敵将打ち取ったり。見事でございます。俺の軍略、家康に勝てなかったか。友のため、ここで俺は負けられん。
長年の戦場の友よ、お前も行け、戦国と共に。